三田関助は、日本の哲学者、マルクス主義経済学者、ヘーゲル研究者。旧姓は甘かす、筆明、佐竹爪あり、関県。1906年、島根県津和の生まれ。1923年3月県立富山、中学校4学年終了。1927年3月旧姓第4、高等学校理科卒業。1930年京都。 帝国大学文学部哲学科卒業。畑野聖一に指示し、ヘーゲルの歴史哲学を研究した。1930年4月に、同大学大学院に進学し、同時に、平安女学院講師に就職するが、1931年3月に、大学院を退学。同年4月に、平安女学院講師も退職する。1932年10月に創立された。 唯物論研究会に11月に参加。1933年期間し、唯物論研究に執筆開始。1934年、ヘーゲル・アキラ学への道を、1935年、唯物論全書芸術論を刊行した。しかし、1940年1月に、唯物論研究会に関連して検挙される。同年11月基礎猶予で釈放。 1941年日本大学予科教授。1947年4月に同学を退職。唯物論研究会会員。元民主主義科学者協会幹事。同年民主主義科学者協会哲学部会機関士。理論の編集代表者となり1950年6月まで継続させる。理論編集に専念する。1951年4月より。 愛知大学教授、1952年5月同学を退職し、大阪市立大学講師に就任。1961年10月より、大阪市立大学教授、1970年3月同学を定年退官。1971年3月日本福祉大学教授に就任。この間、1968年4月より1969年3月まで、 大阪市立大学経済研究会会長。また、1973年12月からは、雑誌、唯物論編集委員会の顧問を務めた。文下に、上野俊樹林直道などがいる。1975年8月9日、関西勤労者教育協会による哲学ゼミナールに、出向帰宅後休生した。死因は、心筋梗塞。 69歳坊主。1933年の結婚より妻の姓を名乗る。小林滝次の1928年3月15日を読んで、唯物論が人間の魂の内部に浸透することを悟り、唯物論者になる。1933年から1938年までの唯物論研究及び後続し、学芸への甘かす石室決での執筆は、 ヘーゲル哲学の環境、天才と社会、美学家、芸術学か情報誌へのお答えへ、翻訳、ヘーゲル、文学、歌の本質、書評、森田正義著、音楽論、芸術の写実についての6編。唯物論研究会の執筆人の中では、専門範囲を定めて活躍している。一方、同じ市場には、筆明、 石県での執筆もあって、内容が多岐にわたっている。唯物論全書作成にも参加し、戸坂純羅を中心とした初期の唯物論、研究会による集団学習方式の様々な実践を体現している。1510年の間は、戸坂没後の時代にあって、弁償法、唯物論の普及啓発に尽くした。ヘーゲルの諸論、肯定論、反対論を精査吟味し、 残すべき中核となる理念を抽出するという学習者、解釈者の態度を貫きつつ、最初期監視編集者の立場から、1951年からは大学教授の立場から、啓発活動を継続した。民主主義科学者協会員としては、哲学部会の活動を牽引民主主義哲学の構築を志した。1956年頃、 哲学から経済学へと研究領域を移行する。マルクス経済学に関しても、諸論、肯定反対論の分析を通じ、解釈者検証会社の立場を取った。三田関助の資本論との遭遇。三田関助が資本論と遭遇したのは、1951年に岡本博之教授の尽力によって、大阪市立大学経済学部講師として赴任し、 彼のために新設された経済哲学という科目を担当したのがきっかけである。この点は三田関助著作集第1巻に掲載された彼の弟子の一人たる林直道氏執筆、三田関助氏の学問と生涯に具体的に記述されている。林直道氏はこの頃の三田関助の様子を一家のように回想している。市大経済学部では 三田氏のために、経済哲学という科目を新設したが、これまで哲学者として通ってきた三田氏が、46歳になってから経済学に転換するために、非常な努力を払ったことは、想像に難くない。文字通り初心に帰り、熱心に、資本論や経済学批判と格闘し、たくさんのノートを取っていた氏の姿が、今も私の目に浮かぶ。三田関介は、 ヘーゲルとマルクスの研究を通して、弁償法を、死、歴史、自然のすべてに通ずる、一般的法則だと認識した。この点は、三田関助著作集、第一巻書集、分析的方法とヘーゲル及び、マルクスの弁償法的方法に続く、付録の冒頭で以下のように記述されている。ヘーゲルは、時代的な制限もあり、ことに、 その関連論の立場の制限があったが、自然、社会、思考の諸過程を深く研究することによって、それらを支配している、弁償法の諸法則を発見し、これを初めて包括的に叙述するという業績を成し遂げた。三田関助著作集第1巻255ページこの点は、28歳で最初に上司したヘーゲル哲学への道では以下のように記述されている。 ヘーゲルの弁償法は、かかる、限られた世界のみの法則ではなく、詩、歴史、自然のすべてに通ずる、一般的法則である。三田関助著作集、補完19ページ付録は、三田関助著作集編者が、三田正居保遺族の許諾を得て著作集に収録した、総工であり、遺構である。科学の発展の歴史を明確に区切ることはできないが、三田の脳裏には、 これら三つの領域が存在し、弁証法はそれら三つの領域を支配する一般的法則だと認識していた。しかし、三田はこの認識を証明せず言いっぱなしのまま言った。この一言を断言し、また三田のヘーゲル理解の誤解を断言するのに6年の地道な努力を要したが、その過程で発見した三田の限界の原因は彼が科学者ではなかったことにある。 そしてもう一つの限界は彼が大阪市立大学で資本論と初めて対面し最晩年の業績でもヘーゲルと資本論を対峙させながら資本論を絶対視する誤った立場を取ったことが原因でヘーゲルもマルクスも批判的に継承し乗り越えられなかった点を残念ながら指摘せざるを得ない科学者は先行研究の上に それを乗り越え独創を付け加えて、初めて、自己の存在意義を主張しうる。神秘的観念論者、ヘーゲル・ヘーゲル哲学の研究に生涯を捧げた、三田関介は、ヘーゲルの観念論者としての側面を、その最初の著作と最晩年の論文の中で、以下のように説明している。三田関介は、ヘーゲルを神秘的観念論者だったと理解していた。しかし、三田関助は、 ヘーゲルを関連論者としてのみ理解していたのではなく、ヘーゲル論理学の革新たる弁証法の理解においては、むしろヘーゲルが唯物論者だったから弁証法を発見できたと理解していた。ヘーゲル哲学への道以上が、その先行哲学と区別されたヘーゲル哲学の特質、優越点であるが、一方また、ヘーゲル哲学は、その関連論という点において、 それらのいずれとも共通点を持っていることはもちろんである。それどころか彼の哲学はそれ以前の一切の関連論が有した矛盾を総合したものとして哲学史上における最も大規模な関連論であり、したがって一切の関連論が持っている神秘性と高等無形さもここでは極度に誇張されて現れている。彼においては存在は C から独立した存在ではなく、存在の本性は C であり、存在は本来 C の外科であるに過ぎない。それ個認識とは本来 C であるところの実態が、自己自身を自己の対象として阻害し、この自己のほか、U のうちに、再び自己自身を認めることとなる。それゆえにこそ C の対象に対する絶対的な到達、両者の絶対的な合一が可能であったのである。 この点は存在は、意識から独立であり、認識は永久に、それに近接してゆくが、それへの絶対的到達は、不可能だとする、唯物論の立場とは反対である。三田関助、三田関助著作集補完 A ゲル論理学と、資本論 A、ゲルの関連論は、現実の事物を思想と見、思想を、あたかも現実の事物であるかのように取り扱う、全く神秘的な関連論であった。 ヘーゲルの弁償法は他にも事情があったが何よりもこうした現実の事態と単なる思想とを混同する観念論によって制限され歪められたものとなったのである。三田関介、三田関介著作集第一巻なお上に述べたように三田関介はヘーゲルを神秘的観念論者だったと理解していたがこれは彼が資本論を研究する以前からの理解である。 また、先に述べた、三田関助が、ヘーゲルを唯物論者だったと理解していた部分は、以下の通りであり、この部分は、三田関助が、ヘーゲルを神秘的観念論者だと述べた、そのすぐ後に記述されている。ヘーゲルは、哲学的 C、すなわち真に科学的な C の本性は、謙虚なものであって、個人的な意見を捨てて、実在そのものを、 事故の上に君臨させることにあるということを言っているが、実際彼の関連論はそのうちに、唯物論的な要素を含んでいたのである。これでこそ、ヘーゲルは、論理学の革命を行うことができたのであり、また、関連論の立場に立ちながら、弁証法の処方則の偉大な洞察者、発見者となることができたのである。三田関助、三田関助著作集、第一巻マルクスは、 資本論第1巻後書き、第2版へので以下のように、ヘーゲル弁償法の神秘化に言及しているが、これはマルクスがヘーゲルを関連論者だと理解した上での言及であるから、マルクスもまたヘーゲルを神秘的関連論者だと理解していたことになる。弁償法がヘーゲルの手の中でこむっている神秘化は、彼が弁償法の一般的な運動諸形態を 初めて包括的で意識的な仕方で叙述したということを決して妨げるものではない。弁償法はヘーゲルにあっては逆立ちしている。神秘的な外皮の中に合理的な革新を発見するためには、それをひっくり返さなければならない。マルクス、資本論第一巻 AA、ゲルから学ぶべき予期点、三田関助、ヘーゲル哲学への道の序文のみに着目して、三田関助が、 この最初の入門書的著作で紹介しようとしたと本人が述べた内容を本人の記述に従い整理すると以下の5点になる。ジョ・ヘーゲルから何を学ぶべきかにヘーゲルから学ぶべきものは弁証法である。ただ、弁証法に尽きていると言ってよい。対立物の同一、あるいは相互浸透の法則、矛盾発展、歴史の法則否定の否定の法則あらゆる。 関連論者のうちにあって、彼ほど客観的であったものはないと言える。彼は多くの唯物論論者よりもさらに唯物論的であった。合理主義、三田関助の誤解三田関助は1934年に若干28歳で表したヘーゲル哲学への道で、ジョ・ヘーゲルから何を学ぶべきか、初期の宗教研究に続く。 精神現象学一致近世哲学史における精神現象学において以下のようにヘーゲル哲学の特質優越点を解説しているがこの部分には彼のヘーゲル理解の根幹をなす神秘性が現れこの理解はその次に示すように裁判年の66歳に表したヘーゲル論理学と資本論では全く神秘的な観念論として現れている 三田関介自身が一切の関念論が持っている神秘性と高頭無形さと述べているように三田関介がヘーゲルの関念論の特質を神秘的と述べたのは実は三田関介の誤解であって三田関介自身が認めているように関念論はすべて唯物論の立場からは神秘的なのである。 以上がその先行哲学と区別されたヘーゲル哲学の特質、優越点であるが、一方また、ヘーゲル哲学は、その関連論という点において、それらのいずれとも共通点を持っていることはもちろんである。それどころか、彼の哲学は、それ以前の一切の関連論が有した矛盾を、総合したものとして、哲学史上における最も大規模な関連論であり、 したがって、一切の観念論が持っている、神秘性と高等無形さも、ここでは極度に誇張されて現れている。彼においては、存在は、C から独立した存在ではなく、存在の本性は C であり、存在は本来 C の外科であるに過ぎない。それ個認識とは本来 C であるところの実態が、自己自身を、自己の対象として阻害し、この自己のほか、U のうちに、 再び自己自身を認めることとなる。それゆえにこそ C の対象に対する絶対的な到達、両者の絶対的な合一が可能であったのである。この点は存在は意識から独立であり、認識は永久に、それに近接してゆくが、それへの絶対的到達は不可能だとする、唯物論の立場とは反対である。三田関介 三田関助著作衆補完 A、ゲルの観念論は、現実の事物を思想と見、思想を、あたかも現実の事物であるかのように取り扱う、全く神秘的な観念論であった。ヘーゲルの弁償法は、他にも事情があったが、何よりもこうした現実の事態と単なる思想とを混同する観念論によって制限され、歪められたものとなったのである。 ヘーゲル論理学と、資本論、唯物論研究、復刻版、別館1976年、青木書店なお、同志には、現代日本における、関連論哲学会長官図、優勢学について、書評、イシチェンコ編、唯物弁証法辞典、書評、ソベートの教育の全貌、書評、ピンケウィッチ、教育学外論、芸術遺産の摂取、書評、ラモーノーイ、 書評、ビット・フォーゲル・著、市民社会史、書評、世界文化10月号を現代フランス文化の紹介、翻訳、マルセル・プルナン、生物学とマルクス主義、教伝の方法についての覚え書き、書評、黒田達夫役編、ゲーテ論考書評、船木茂の部著ゲーテハイネ、現代文芸、書評、小泉丹著、生物学巡礼、書評、船木茂の部著 ゲーテ人生特本、法人作曲コンクールと独立美術展、直接的認識のカテゴリーの16編が、席名で掲載されている。ありがとうございます。